かつて戦争があった。それはクソである。大義名分ビジュレイク、虚飾の欺瞞を剥ぎ取った下には虚無だけが残った。もうあんなバカだけはごめんだ。では改めて、ジャコモ・ロッティだ。とりあえず軽く大人の階段を登ってみようか。少尉、次の患者さんを案内してくれ。いやいや、楽しかったですよ。こういうのはやりがいがあります。すまないね、ネンネちゃん。ここはオペラ座なんだ。魔法のお薬、お代は利用者の魂。壊されるのはいつでも一瞬か。嫌になる。こんなはずじゃなかった。幼女戦記のカルロ・ゼンが送る戦後を守り抜く物語。売国期間コミックス3巻好評発売中。新潮社。ようこそオペラ座へ。歓迎するよ。